ございます。今日は2月の25日、ここは文化村ルシネマ。今日はこれから、最高の人生をあなたと見てこようと思います。それでは行ってきます。フラメンコ、フラメンコ、先週見たやつに続き、ルシネマ2では最高の人生をあなたと、これから見るさ。Chante, chante, 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 chante avec moi. Voilà. Chante, 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 la la la. C'est ça. Un, deux, trois. Julie Cabra. Il va tout s'y mettre à France, Chakai, Han, Okyo, Costa Cabra. Voilà, monsieur. C'est un peu fidèle, non, c'est une chose. C'est une chose. C'est une chose.のために家庭を犠牲にしている親たちを批判したような内容のものを持ったんですけれど、まあ今回の作品は、そういう子供の気持ちではなく高齢者の気持ちになって考えられた作品ですね。今回のテーマはやっぱり老人とセックスということですよね。とある仲睦まじい夫婦の話なんですけれど、まあ老夫婦といっても50代くらいで、でもそろそろ老いに対して考える、まあ、妻は自分がボケてきたかもしれないとちょっと感じていて、年齢を受け入れて老人らしい生活を始めないといけないなと思い始め、その生活を夫にも強要し始めるわけですね。ところが夫は夫で仕事で忙しいわけです。忙しい時に妻が老人としての自覚を持とうみたいなことを言って、次から次に介護ベッドやら老人用の電話やらを買い込んでくるわけですね。これはたまらんと、家にいては仕事にならないって言って事務所に泊まり込むようになるわけです。それぞれ離れることによって出来心でちょっと不倫しちゃうわけですね。それがバレてちょっと険悪になった時に、偶然妻が乗ったエレベーターが止まっちゃって、さあどうする、まあそのおかげで長い時間一緒にいられて仲良くなり、この映画は冒頭で老夫婦がセックスをするところから始まるわけですね。終わりの方もこの老夫婦がセックスしているところで終わるわけですけれど、それがまたすごく自然なことであり、温かい視線で見守ってるなという感じのコメディで、作品の撮ってる姿勢というか、そのあり方が非常に可愛い作品だと思います。それではまたお会いしましょう。Comme lui, chantons toi et moi pour la dernière fois. La 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 la. Oh non, ne pleure pas.